えー、こんにちは。今回ね、石原慎太郎、元東京都知事であり、元運輸大臣であり、そして宇宙戦艦ヤマトの、まあ、原案も担当していたということでね、作家としても知られている石原慎太郎さん、まあ、お亡くなりになったということで、うん、ま、あ本当お悔やみを申し上げたいなと。まあ、年齢が年齢なんでね、ガンもわずらっていましたし、まあ、大往生と言えるんではないかなと思いますけども、まあ、けどね、 うん、やっぱり大きく日本の舵取りに、まあ、いろんな意味でね、えー、存在感を発揮してくださった方なんじゃないかなと思います、まあ、私もね結構好きなあの人物のうちの一人でなんかねこう独特の昭和の親父っぽさがあってですね強引に押し詰めるところと、まあ、優しいところとね、うん、やっぱ力があるものが弱いものを守ってあげないとダメだろうみたいなね、まあ、そんなあ意志とかね 日本男女を感じる人でした、ね、まあ多くを語ることを私からねちょっと今回は控えさせていただきますけどもただやっぱりねこう残念な気持ちになりましたね石原慎太郎という存在が同じこの日本の大地を踏みしめているんだなと思えば、まあ、私の心にもともす炎があったわけなんですけども残念でしたねうん。 総理大臣をやってもらいたかったなと思いますし、もう一度ね、えー、日本の舵取りをしていただきたかったかなと思います。うん、今石原伸行さんがねあのなんですかねこの件に関しましてコメント出してましたけども、なんかはっきり言って石原伸行さんがガクッとするところがあるんですよね。やっぱりこの石原慎太郎さんの意思を告げとは言いませんけども。 あまりにもやっぱこう核の大きかっったた人物だだんな石原裕次郎さんという方を、ね、亡くされてもう早30年ですかね、うん、また大きな星が落ちたんじゃないかなと形容するニュース番組などありそうですけども、まあ、少なくとも陰謀によって殺されたんではないと思います89歳ですからね 1932年生まれ1945年が終戦ですから石原慎太郎さんはだから13歳の頃中学生の頃に戦争が始まり戦争が終わったって感じなんですかね。まささにに将来は立派なな兵隊さんになるんるだよというふうに期待されて生まれ育ちそして戦後の苦しい中を生き抜きこの日本をなんとかせないけんと。 土幻かせんといけんという気持ちで40代50代を過ごしそして今ね強力な東京という街を作りながら数々の役目を終えたのかなと思います、まあ、人は生きてる時は人から与えられたもので生きてそして死後は人に与えたものがその人の意思を残すと言われてますけども 石原慎太郎さんは今ね永眠された後も数々の人の心の中に何かしらのエネルギーとして生き続けるんではないかなと思いますねまあ100年経っても忘れられない名前なんじゃないですかこの石原慎太郎さんって方は、はい、改めてですねお悔やみ申し上げてえあの、まあ、いわゆるご冥福をお祈りしたいと思います失礼します